どうも、こましゅんです。今日はですね、2024年秋冬の商品説明会に来ております。こんな感じでたくさん今スタッフがいて、まあ、ちょっと休憩中なんですけど、全国から各店の代表者のスタッフが来ておりまして、であまりメディアに出ないようなスタッフもたくさんいるので、今回はそのスタッフにちょっと限定してファッションチェックをしていきたいと思います。ちょっと一人だと場が持たないかもしれないんで、プレスの知念を呼んでます。知念さん、はじめまして、プレスの知念と申しますじゃあ呼んできてもらっていいですか。あっち一応なんか綺麗なところ用意したじゃあ、あっちで流れるよね。いただいてもカメラがビームス広島店の笹井と申します。よろしくお願いします。今日のスタイリングのちょっとポイントみたいなのをちょっとお伺いできると、今シーズンのビームスのハンドメイドラインのストライプスーツをメインにちょっとスタイリングを組んでみました。今日は極限までシンプルにコーディネートをしたところがポイントです。いらっしゃらないですよね、ここまでシンプルにこうスタイリング組まれて。でもなんかタブカラーっていうのがちょっとうちっぽいなと思ったんですけど、首が細いので、ワイドカラーだとどうしても重なっちゃうことが多いので、タブカラーを持ってることが多くて、シンプルなスタイリングが多いので、決めすぎちゃったらちょっとこうそわそわしてしまうみたいな段取りの感じで来ました。メガネとかもアクセントがあってかっこいいのはどこなんですか。これあやめのメガネです。あやめなんですね。あやめです、はい、今日何時起きですか。今日は寝てないんです、実は。え、だと思った、はい、ちょっと元気ないっすもん。ちょっと目充血してますし、広島始発遅れちゃったら次がもう間に合わないんで。あ、そのぐらいなんだ、はい、直径船舶みたいなのしたいよね。できれば要望しておきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ミスタービームス、もう一人、はい、ちょっと呼んできてもらっていいですか。とっておきよ、じゃあ、はい、一年お気に入りの一番かっこいいと思ってた人で、とっておきでいいですね、はい、シンキングタイムも。アポなしなんで、どうしたのみたいな顔してる。要件も何も伝えてない。はい、呼んでまいりました。お願いします。自己紹介から。はい、岩本と申します。ビームサワーさん、神戸からわざわざ。はい。連泊もなしで。なしで。ご乗機で。ありがとうございます。今日のスタイリング、どんな感じで決めていただいたか。気合い入れていらっしゃるはずなので今日は初日がブリラのラインナップの説明会ということなんで、まあ、ブリラで取り扱いのあるアットバンデッジでオーダーしたネクタイをメインでつけてきました。実は青山に太陽あたりがあった時に実際にこの生地見てたんですけど、既製で買おうかどうしようか迷ってた生地がまだデッドストックで残ってたんで、それを作ったっていう意図で、あと思ってもう全身茶色でまとめたっていう感じで、これは F です。そこはちょっとすみません、ブリアナですけど、なのにそこはちょっとブリアナからアトバンヌッチってこじつけだよね。あ、そうですシャツはブリラのオリジナルですね。これブリラオリジナルです。オリジナルです。靴カッチです。これカッチです。カッチです。カッチです。これは買って良かったやつですね。そうですよね。あ、もうだいぶ年季入ってるんですけど、ビームスF40周年の時にエンツォボナフェに別注で作ってもらったホールカット、これいいワンピースよね。かかとの部分にシームがないんですよね。これ作るのめっちゃ難しいっていう、本当周年別注モデルみたいなんですよね。そうです。もう売ってなくて。あ、そうなんだ。売りたかったんですけど、羨ましいっす。でもリピもいいですよね。あ、ボナフェです。そう、ボナフェです。これも買おうかずっと迷ってます。ゼータするぞ。みんな履きがち。着こなしのこだわりポイントとかあったりしますか。そうですね、なんかどこかしらこなしの中に動き、浮揚つけて、あとは色使いだったりとか。でも色使い結構多いかもしれないですね。かっこいいっす。ありがとうございます。東京です。東京始まっちゃいました。ミスタービームス、じゃあお次のスタッフ行きたいと思います。休憩が5分しかないんでちょっと急ぎましょう。急ぎです。はい、お願いします。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 広島店の小島と申します。よろしくお願いします。何歳？今23歳。若い。めちゃめちゃいい服持ってるよね。今日のポイントお願いします。じゃあちょっとジャケットの色を拾って、まあブルーとブラックで全身一応コーディネートして、まあちょっとソックスだけちょっとずらして、っていう感じの。色合いの合わせ方もむちゃくちゃ綺麗だなと思って。何色？チャコールなんですかね。そうですね、これちょっと薄いなんかグレーみたいな色と、まあ、ブルーと、まあ、雰囲気出ててかっこいいなと思ったのと、僕時計が、僕めっちゃ欲しい時計で、これちょっとご紹介させていただきます。これはそうですね、なんか一回僕何も知らずにクオを使っちゃったんですよ。でちょっとなんかオートマじゃないとみたいな、実は買い直した、全く同じのちょっと買い直して、
ていう。え、いつ買ったんですか。ちょうど1年ぐらい多分22歳の時かなと思うんですけど。ちぇーロード息子のでもなんかちゃんといいものをされてて、はい、若い時からこういう毎月でも服に50万円使ってるよね。いやいやいや、もう結構だいぶでもその域ですよ、このまま継続してお願いします。どっちかです。めっちゃ金持ちかすげえ借金やん。どっちか後者です。確かにシャツどこ。シャツはこれブリラのカジュアル多分シャツなんですけど、僕だと S ぐらいなんですけど、うん、あえて XS にしてちょっとまあタイトアップいきますか。ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだいきますよ。ミスタービームス5分休憩になりましたので、いっちゃと思います。下にいいですか。よし、早い。はい、眠い感じですか。うん、ちょっと眠かった。じゃあ自己紹介お願いします。熊本店の藤本と言います。よろしくお願いします。今日のコーディネートお願いします。はい、買ったばかりのドレイクスのネクタイとグリーンのシャツをネイビージャケットに合わせました。F折りドレイクスですか。そうですね。パンツがパンツはザンス L ポケットのやつです。入ってきました。どうですか、菅さん。非常に綺麗にバランス組まれていらっしゃって、さすがだなと思いました。めちゃめちゃ僕好みで、ありがとうございます。好感度が高い感じのスタイリングですからね。今日何時起きですか。今日は5時でした。皆さんやっぱ5時に起きるんですね。大変ですよね。後半戦頑張りたいと思います。頑張りましょう。頑張ってください。ありがとうございます。ミスタービームス。商品説明会が終了しまして、今おのおの試着したりとかミーティングしたりとか奥で一人で仕事したりとかしております。じゃあちょっと次のスタッフインタビューしたいと思います。あ、はい、はい、ビームスハウス名古屋の小泉と申します。入社2年目になります。よろしくお願いします。今日のポイントお願いします。そうですね、ブレザーのちょっとベーシックなスタイルに見えるんですけど、プロペラシューズ履いたりとか、ニムです。カメラ伝わりますかね。ブラックデニム、ブラックデニムのプロペラパンプス、シャレてますね。シャレだね。かわいいですよ。モテそう。あ、いえいえ、全然全然。おじさんからモテる。今のところ。でも男の人からの人気の。それめちゃめちゃわかるかもしれないです。すごいわかるかもしれない。好きです。好きだよね。ミスタービームスで選ばれてました。おじさん票。おじさん票がすごいんでしょうね。おじさん票。お願いします。ありがとうございました。ミスタービームス。台湾のスタッフの方がいらっしゃるんですよ。台湾語いけるもんね。あ、にーはーじゃんちょ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 ん。ノリでね。そうです。あはって。あはっていきます。今もう知念が言っちゃったんですけど、台湾のビームスから初めて来ていただいてる方がいて、その方にちょっとインタビューしようかなと思ってます。お連れしました。どうぞ、こちらへ。はじめまして。小林と申します。台湾、ビームス台湾スタッフ、リー。ビームス台湾スタッフのリーさんです。通訳の方です。いけるんだ。ここまではできるんだ。どうですか、俊さん。清涼感あって、ね、すごい爽やかでモテそうですね。イケメンですよ。ベスト販売員です。すごい。どこの靴ですか。あ、センダース。あ、サンダースなんですね。はい、ニットタイ合わせてシアサッカー着て、で足元もう少し軽めのものをなんか合わせるっていうのが、なんか僕の中では結構なんか当たり前というか、よくあるスタイリングだなって思うんですけど、重たい靴でもうまく合わせてらっしゃって、シャレてるなって思いました。おしゃれ。何歳ですか。 Thanks so much. 30です。あ、30。20ですか。はい、24に見えました。何歳見えますか。じゃあ台湾と比べてどうですか。日本のドレスのお店と台湾の働かれてるお店と比べて雰囲気違う、どこが違う。台湾と日本のドレス中の正常。やっぱりスーツの文化があまり浸透していないので、ドレスのお店でタイドアップしたスタッフも珍しい。お客様もカジュアルな方が多く、スーツ買う方も結婚式用の方が多い印象です。一緒にビームスでドレスを盛り上げていきましょう。本当に良心じゃん。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。ミスタービームス。
さあ、もう最後レジェンド誰か詰めるか。レジェンドって言うと、秀樹さんしかいなくなっちゃうんですけど元新潟、元新潟の元新潟の元新潟地方から地方連れてこれないです。行こう。YouTube の動画に出ていただけないかなと思いました。コーディネートチェック、あ、僕のコーディネートチェックもしていただきたいと思うものですが、何点でしょう。肉体が曲がってるね。あ、やばい、いいか、やばいやばい、ダメ、映さないでください。スーツがもうちょっとライトグレーの方が良かった。あ、黒と白の浮き出てくる感じにパステルだとくどい感じ。くどいですかね。なるほど、失敗しました。チーフとかどうですか。普通だな。ありがとうございます。どこをどうもう少しすればなんかもっとこの色を持ってきた方がいい。タイピングのチーフをルイゾンの感じに白とベージュをこの入れ方をするというのが申し訳ございません。ストライプなんで変化をつけるために逆にこっちはプリントのコモンのチーフを持ってくるとか、うん、そういう方がいいかと思います。勉強になります。すぐに刷新いたします。点数は70点。あ、でもなんかよかった、55とか50点とか言われなくてよかった。よかったっす。スーツの色目と V ゾーン の色の雰囲気は注意した方がいい。ありがとうございます。ありがとうございました。趣旨がだいぶ変わりました。点数つけてもらうシリーズは別でやりましょう。辛口チェックでした。辛口チェックでした。ありがとうございました。辛口チェックです。ありがとうございました。ミスタービームス、ありがとうございます。ちょっと急に笑いてちょっとだけど、あ、いや、これ普通に YouTube で最後に撮ってたんですけど、最後に仲間さんで落ちになるみたいな。